え、これ天への道です。え、天への道だ。もうちょっと探索したかった、周り。え、どういうこと？これ奥どんどん行っちゃっていいのかな？え、ラボス、ラボス。ラボスは？世界観。ラピュタ、エンハーサ。知恵の道。ここは？あ、知恵の道か。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。ちょっとさすがに、ラボス片付いてね。C、この時代。これ紀元前じゃないよな。さすがに。こんな文明的なものないよな。ん？ゲート渡った時点でじゃあ、時代変わっちゃったのかな？あれ？さっきのプテラに乗って他の大陸行った方が良かったのかな？いや、違うよな。だって、ティラン城にラボスは降ってきてたもんね。だ、場所はあそこで合ってんだよ、多分。ん？こっちは何？あ。天への道か。ん？あれ、さっきの大陸の形と違くね？合ってる？あれ？全然わかんねえ。あれさっきと違うよね。あれあれあれもう何これ急に。ラボスと戦うかと思ったのに。全然わかんない。え、とりあえず進めばいいのかな、じゃあ。エンサーラ行ってみる？エンサーラだっけ？うん。え、ちょっとこれさ、その当時やってた小学生？まあ、中高生？うん、みんな、頭の上にでっけえハテナ浮いたでしょ。どういうことって。わかんないわかんないって。絶対なってるの。うん。25歳の大人がなってんだから。間違えた。うん。で、こうやってパニックも起きるよ、そりゃ。よくわかんないんだけど。まあだから、ああ、まあでもどうなんだろう。だってあの時代のラボスを倒さなきゃいけないんじゃないの？やることがなんか、ごっちゃになってないか？めっちゃ、文明的、未来的じゃない？燃えたー！ごめんなさい、何？やばいやばい、本燃えてる本燃えてる。これは、こっちは？座れない。話し上げてみよう。ようこそ、エンハーサに。エンハーサは、魔法王国ジエルの夢見る街です。眠りの喜びの中で、真理を探しているのです。おや、しかし、あなた方は、何？本は調べられないと。はいはいはい。魔法の子ジーノ。ここは永遠なる魔法王国ジール。あ、ジールか。すべての望みが叶う星。夢の国みたいな。だけど、その代償がどれぐらい高くつくかは知らないけどね。怖いね。え、消えた！ちょっと謎が多すぎるな、ここ。あら、不思議な旅の方たち。これも夢の続きなのかしら。ようこそジール。あ、やっぱ夢の国みたいな感じなのかな。我が魔王国ジールを導くのは、魔王ジール様。ま、全然、ごめんなさい。魔法と女王が混ざって魔王って言っちゃいました。女王ジール様。この世に二人といない美しく偉大なお方ですよ。はい、会いに行きます。はい、ジール様会いに行きます。今日のジールがあるのは、すべて女王様のおかげです。先王亡き。あと、女王様が、この王国の魔の力を高め発展させたのです。すやすや。眠りごと？眠りごとってなんだよ。寝言？うん。あ、消える人じゃん。うん。てかあれだね。グランとリオンの見た目に似てるね。あなたの目に見えてる世界と、私の目に見えてる世界とは全く違うものなのかもね。いい。宇宙は生命の数だけ存在するわ。見えるもの、触れるものだけが本当と思っちゃダメよ。いいこと言うね。あ、消えた。運命でも、ものは存在すると思いますか？この世の全てはあらかじめ決められているんだと。なるほどね。どうでしょう？まさにそう思う。絶対そんなことはない。お前なんかの知ったことじゃない。まあまあ、テンプルでいきますよ。絶対そんなことはないと思います。だって僕がね、今こうやってカエルを選んでるのも運命じゃないですから、別に。ここで全然マールを連れてきて、ハーレム状態作ってもよかったんですよ。その運命に僕は抗った。
絶対そんなことはない、うん、そうですよね。やっぱり私たちの道は私たち自身が切り開いていくのですよね。いいですか、そのための扉が一つここにもあるかもしれませんよね。ちょっとこう物語とは離れた場所なのかな、ここは。グーグー、夢の中にこそ真実はある、私たちの中にこそ宇宙はある。なんかはっきり言ってくれないね、ここの人たちって、うん、ポエマーだね、うん。天明、これな、冥王星の冥だよねこれ。天明、火水の星の力により生み出された武器防具がかつて女王の命令で北の宮に封印された。北の大陸に見えるのがその入り口だが、もう誰にも近づけないんだよ。北の大陸？ああ、ここの大陸の話ね。ん？俺あの形の建物知ってるぞ俺。どこだっけな、建国600年の魔王じゃねえわ、魔物たちがいる大陸の方にあった気がする。私はドリーン、閉ざされた道を求めなさい、順序よく知識の扉を開けてね。全然わからん。北の宮の扉は強力な術で封印されています。我ら光の旅ですらあの封印を解くことはできません。いらっしゃいませ。ああ、え？急に買い物？久しぶりだな買い物すんの。お金結構溜まってんじゃないのかな。23,617ゴールド。ポーション、ミドルポーション、ハイポーション売ってるー。HP500 回いく。みんな、やりたいことわかるよね。うん。ハイポーション、マックス買い。いけ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 。いけ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 。33個。行こう。買っちゃったよ。全財産はたいて。で、残りをミドルポーション。よし。よし。所持金7ゴールド。まあ、ポーション中。ポーションって使えて、ま、全部欲しいんだ。そこのポーション、全部ちょうだい。ハリーポッターも言ってました。よし。完璧ですね。これでも死ぬ心配はないでしょう。こっちは？少年。なんだ？不愛想なガキだな。帰る口悪。帰るそんなキャラだっけ？あ、まあ、でも子供に嫌な思い出あるもんな。タータっていう最悪な少年いたもんな。あいつ、ゴミクズだったよな。俺、タータアンチだからさ。どうした？お前、その動物、うまいか？エイラらしい。どこ行っちゃった？黒い風が鳴いてる。あ、そういう時期か。そういう時期の少年ね。オッケーオッケー。あなたたちのうち、誰かが一人死ぬよ。もうすぐ。え？おい、小僧待て。え？なんだか知らんか、気に入らないガキだぜ。いやいや、めちゃくちゃ気分悪いよ。あのチビ、変。でも、悪い奴と違う。まあ、エイラが言うんだったらそうかもしれないけど、めちゃくちゃ気分悪いぞ。やめて？誰か死ぬ？え、この三人の中ってこと？それとも、パーティー内ってこと？え、やめて、普通に嫌だ俺。そんなのは俺マジで嫌だよ。え、気分、ちょっと親いねえ、あいつの。説教してくるわ俺。そう、初対面の人にあんまそういうこと言うもんじゃないですよ。そういうのが見えたとしてもね。気分悪いんで。ここは回復ネズミ。さあ、旅人よ。心の傷を癒し、命の渇きを潤しておきなさい。ここかな？こんなんでいいの？これ欲しい、どんどん設置していこうぜ、ダンジョンに。もう回復したんでしょ、これ。回復してる？これ。これ最高じゃん。どんどんこれ作っていこう。コンビニとかにも欲しいよ、これ。一家に1台欲しいよ、これ。北の宮の中は一体どうなってるのかな？あの封印解く鍵は、宮殿にはあるんだろうけど、女王様のご命令じゃな。女王様が、あんまこう調べんなよって言ってんのかな。これ何さっきから。なんかエレメントの本。女王様の宮殿はこのジールの中心、西の大陸の頂から常に世界を見守ってくださる。だから私たちもこうして安心して夢の中に安らうことができるのだよ。むにゃむにゃ。なるほどね。これ優勝トロフィーみたいな、何これ。関係ないのか。
じゃあとりあえずジールで会ってるよ、名前ジールだよね。はい、ジール様に会って、その北の祠、北の宮の封印を解く鍵を見つけなきゃいけないって感じかな。どうやって行けばいいんだろう。こっちから行く感じかな。下行ったり上行ったりの感じかな。じゃあ、じゃあちょっと秘技早送り。はい、こちらの大陸に来ました。 BC12000。 え、左下にも出てましたね。ええらどういう踊ってる。ええらテンション上がってる感じ結構。うん、吉田子なんかちょっと振り付けして、うん、どういう動き。ちょっと笑っちゃいましたね、すいません。こっちの多分中心の方の大陸に来たんですけど、ガシャール、何、国鳥号、ん、俺国鳥号って聞いたことあるぞ俺。でもどこで聞、いやーそこまで覚えてないな。でも俺ね、これ黒鳥号か国鳥号かどっちだみたいな言った記憶がある。いやこれなんだっけな、さっきこっちま行ってみようか、カジュアルの方か、誰が言ってたんだっけな。いやー思い出せねえな。いやーちょっとこれあれですね、プレイがちょっと空いちゃってる弊害出てますね。誰が言ってたんだっけな。ここは魔術都市カジュアル、王国ジールにさらなる光をもたらす女王の計画のため様々な研究を行っています。あ、研究施設的な感じなんだ。ここはすげえ怖いね、この石像。うん、化け物。あら、あなた方の力は私たち光の旅とはものすごく、ものとは少し感じが違うようですね。すいません、何でしょう、不思議な優しさを感じますわ。でしょ、うん、でしょでしょ。何でも原始時代からあったという虹色の貝殻と、太陽石を合わせれば素晴らしい武器やアイテムが作れたそうだよ。虹色の貝殻ってあれじゃない、あのさ、トトだっけ、トマか、トマがなんか探していこうみたいに言われてなかったっけ。でも今じゃそんな技術を持つ者は、命の賢者ん様だけだし、命の賢者、それに星の力はスサリオンに行ってジール女王のご命令もあるしね。全然わかんない。ああ、花はこんなにも美しく満ち足りてるというのに、私たちは花になりたい。すいません、全然読めねえわ。もう知らない単語ば、知らない単語ではなんねえ。なんかその、ポエムキスな文章が読みにくくて。ここは回復の泉。ああ、はい、はい。短いね。はい、はい。そうか、そう、ここは南の、小大陸に見えるのがかつての、太陽神殿だよ。星の力を秘めた太陽石を祀っていたのだけれど、新しいエネルギーが利用されるようになってから完全に倒されてしまったんだ。北の宮と同じように、はいはいはい、もう古い星のエネルギーなんかいらないんだとさ。ん、買い物、あーはいはい、ここね、ここが南の、まあ、太陽エネルギーを封印してる場所か、合ってるような認識。うん。まあ、こういうファンタジー系はね、ニュアンスでいいんですよ。完全に覚えなくていい、うん。で、全クリした後に、YouTube とかで、なんか、考察動画みたいに見て、あ、あそこってああいうシーンだったんだってなるのも、楽しいですから。珍しいことに、最近、邪気様の姿よく見かけますね。すごい。邪気様。北斗の拳士に出てきそうなね、うん。なんだか落ち着きなく、あちこち出歩いてるようですが、話し合いと言ったら、姉のサラ様といつも連れて歩いてる、あの猫くらいの、一体ジャキ様、あれ？ジャキ様ってさっきのやつ？あの、いけすかない小僧？ジール女王には二人の子が、お子？お子がおられる。サラ様とジャキ様だ。ジャキ様はさっきいたよ。うん、サラ様は素晴らしいお子であられるぞ。人並みに外れたすごい魔力を持っておられるのだ。あれだけの力があれば人生はもうバラ色であろうな。アキラ、あら、変わった木をまとっておられますね。やはり実を使われるんですか。はい、けど私たちのもと比べと随分原始的な実のようですわね。ほほ、なんだこいつ、え、ハエブサ切り食らいて、俺とエイラの、え、600ダメージぐらい食らいて、あんま調子濃くないよ。こっちは、そもそも我らの力はどこから来たんだろうか。
なぜ実の力を持つものと持たないものとが存在するのか。うん、なるほどね。地の民と呼ばれる魔力を持たぬ者たちは、まあ僕たちのことだな。じゃあ、雲の下で昔ながらの暮らしをしています。はいはい。所詮彼らは私たちのような特別な力を持った人間ではありませんもんね。そうかそうか。まあ、確かに、BC って言ってるもんな。うん。紀元前、え？待って待って。AD と BC だって BC の方が前だよね。ちょっと待って。わからなくなってきちゃった。ちょっと調べます。はい。はい。すいません。ね、ちょっと調べ物をしていまして。はい。やっぱり BC って紀元前のことで合ってたんで、そうなるとやっぱり BC、何で言ったっけな。だいぶ昔ってことだよね、これは。全然王国、建国600年とかより全然前ってことだよね。うん。にも、この、天には、こんだけ発達した文明があったっていうことになりますよね。うん。そう考えたらすごいな。うん。しかも初めての時代だよね、ここに来たのは。うん。これ国鳥号でしょ？ん？こっち？敵？敵臭くね？なんだお前ら？どうだ？国鳥号の調子は？え？異常なしです。ダルトン様、ダルトン？当たり前だ。異常があったら困るだろうが。ダルトン。それよりなんだお前たちは。やばい。敵っぽい。む、その犬たち。お前たちが預言者の言っていた計画を邪魔するものか。やばそう。ここは奴がどう出るか。様子を見るとするか。ま、奴がそう簡単に尻尾を出してくれるとは思えんがな。はっ。何言ってんだこのダルトンは。逃げた？この国鳥号はジール文明の象徴だ。ああ、ジール王国のものなのかな？どうなんだろう。全然わかんない。国鳥号誰が言ってたかな？思い出して。誰か言ってたんだよ。国鳥号。一回読んだ記憶、なんか本かなんか読んだっけな。一回ね、国鳥号、黒鳥号、どっちって読むんだろうっていうので、その間違ったおかげで覚えてる。何この光。え？パスタ一人前、手でこう食ってやった時。こんな感じになりますよね。ちょっと行ってみる。ワープか。何なんだろう。何？回復したとこかな。でもダメージ食らってないしな、別に。関係ないよな。ちょっと、外出てみる。なんか変わったとか。上に来たのか。はいはいはい。なるほどね。小さな洞窟。あれ、ダンジョン臭いな。ダンジョン臭いね。うん。行ってみる。小さなって言ってるから、スパッと攻略できそうな感じ。あれ？ダンジョンでもないんだ。じゃあもうすぐ。これ多分一番上、あれだよね。ジール王女いるよね。うん。おそらくだけど。だよね。はいはいはい。ジール宮殿。うん。行ってみようか。ここは、女王様の宮殿。我がジール王国の中心。ということは、すなわち、まさに宇宙の中心で、宇宙の中心。ちょっとやばい人たちかもしれないな。ちょっとこう、雰囲気が。夢より生まれ、夢に帰っていく。そんな生命もありますわ。時には人の祈りや望みがラボス様の力を、ラボス様実体化してしまうことがある。ラボス様どういうこと？どうしてるかな、命の賢者のじいさん。やってらんないよな、全く人間ってのは。どういうポジションなんだろう。タイムキーパー的な感じなのかな。いや、タイムキーパーだって、あの時の溜まり場だっけのおじいちゃんだよな。グラン兄ちゃん、僕、風になりたいな。え、ちょっと、なるさ、いつか来たな。え？ドリー姉ちゃん、また、エンアーサーに遊びに行っちゃったね。あ、姉ちゃん、夢が好きだからな。僕は風の方が好きだな、ビビューン。あれ？そうか。これ、グランとリオン。だよね、多分。
マジかよ、こんなとこにいんの。もともと、じゃあ相当長生きだね。ここの門番的なことをしてたのかな。まあ門番というか、住んでたというか。あ、じゃあ僕のさっきの見た目似てるねは割と的を得てたんだ。はいはいはい、ここ出身なんだ。面白いね、こういうつながりがあるの。あら、あなたの持ってるそのペンダント、サラ様のものとよく似ていますわね。でもサラ様のペンダントのような神秘的な輝きはありませんのね。誰のやつのこと言ってんだろう。僕よしたか、ペンダントなんて俺つけてたっけ。女王の二人のお子様、サラ様とジャキ様は本当に仲の良い、姉妹ですわと、これでもう少しジャキ様がサラ様以外の人にも心を開いてくだされば。確かにジャキはやばい、あいつはやばいぞ。初対面でお前たちの仲間はいずれ一人死ぬみたいな、相当やばいぞあいつ。魔神儀や、海底神殿について知りたいならば、三賢者様が、女王様にお聞きするのが一番ですな。三賢者様、じゃあここだけの話、今の女王様ではどんな答えが返ってくることか。今女王様病んでる感じ。知ってる方々の人、エンハーサやカジャールには、リの賢者ガッシュ様の、ガッシュ、秘密の絵があるそうだよ。あの男は少し前にふらりと宮殿に現れ、確かな予言で女王様の、真を得たのだ。奴がどこから来たのか何も知らない。我ら光の民でもないし、無論地の民でもあるわけでもない、こういうね、宮殿とかを城に急に来て予言して大臣的なポジションを得るやつは大体やばいやつですからね。海底神殿が完成すれば我がジーロー国は永遠の光に包まれる。もうそこは、恐れも悲しみもない、ただ終わることのない安らぎだけが待ってるのだ。海底神殿って出てきたっけ、なんか聞いたことある気がするな。以前は、女王の右腕ダルトン様が、はいはい、ダルトンさっきあったよ、海底神殿の計画を指揮していたのは、今では旅の予言者が計画を進めて、あー、じゃあダルトンは割と仕事を取られた感じなのか、その急に来た予言者ってやつに。しばらくはダルトン様の近くには寄らない方がいいな。あれはかなり荒れてるぞ。まあそうだよね、ずっと進めてたのに急に来たねやつから仕事取られたら腹立つわな。女王様はきっと人に言えぬ苦しみ、悲しみにお一人で耐えてこられたのではないでしょうか。大きなものを得るときは失うものもまた大きいもの、そのおかげで今日のジールがあるわけですけど、なんかここの人たちやっぱさっきも言いましたけど、確信を言わないですよね、物語の核を。ここお休みの前へ続く、お休みの間、宿屋ってこと、右、姉上、あれ？ジャキじゃん。あら、お帰りなさい。どうかしたの、ジャキ。黒い風が。感じるのね。不吉な気を。大丈夫よ。心配いらないわ。あれがサラが、とてつもない魔力を持ってるっていう。さ、これを持っていきなさい。これ？お守りよ。もしもの時、ジャキを守ってくれるよう、私の祈りが込められているわ。いつでも私がそばにいて、あげられたらいいのだけれど。でも母様の計画が、あんなやつ母様じゃない、姿形は母様だけど中身は別のものだ。え、まあ急に変わったとはなんかお城の人も言ってたけど、サラもなんか思うとこあんのかな。それでも私にはごめんなさい、ジャキ。失礼いたします、サラ様。ジャキ、女王様がお呼びです。至急海底神殿の方に降りて、いただきたいと思うのです。わかりました。海底神殿にいんのか。それじゃ、ジャキ、行ってくるわね。あら、あなたたちは？サル様、お急ぎください。遅れると私が、ジョー様に。え、ジョー様、そんなやばいやつなの？パワハラキッズある感じ？おい、ジャキ。お前、お姉ちゃんの前だと結構なんか雰囲気違うじゃん。おい。おい。なんで後ろ向いて、さっきみたいになんか中二病風吹かせてくれよ。黒い風じゃなくて。なあ。向こう行けないよ。ごめん。ごめん、ジャキ。猫に話しかけよう。無駄さ。なんて。アルファドは僕にしか懐かない。アルファドって言うんだ。いいね。ちっちゃい猫にアルファドってつけんの。アルファドってそもそもどういう意味なんだろう。アルファード。左は誰の部屋だろう。ここは、サラ様とかかな。
ん、違う、誰だ。サラ様のペンダントは、魔神儀と同じ赤き石から作られたのだそうです。はいはい。サラ様がペンダントを手にして、魔神儀に祈ると、不思議な輝きを放つそうですよ。うん、はいはいはい。なるほどね。ラボスはどうなったんだろう。もう一回ラボス、でもラボス様って言ったんだよな、ここの人たち。ここ、ジョーの前続く。良いかな。大地は生きておる。長い時間をかけてゆっくり起き。平地は山に、山を見に。今は誰も近づけぬ。北の封印宮や、太陽神殿すら、何千、何万もの年を経れば、道が見つかるようになるのかもしれんな。あー、なるほどね。はいはいはい。なるほどなるほど。開けてくれる。ここ、魔神器の、あ、魔神器なんだ。魔神器じゃないんだ。ん？魔神器。木じゃないんだ。魔神器。ちょっと待ってね。こっちが話しかけてないろ。時の賢者ハッシュ様はどこかの小島でひっそりと時間の研究を続けていると言われています。はい。時の卵が作られるとか、しかしもう何年もそれを育てたことはありません。うん。国将号や回転神殿の設計をなされた、リノ賢者ガッシュ様も行方が変わらないの。はいはいはい。王国ジールを導いてくれた、賢者様たちが3人揃って姿を隠してしまわれるとは。三賢者か。あの旅の預言者は本物じゃぞ。本物じゃぞ。すごい噛む、なんか旅人というか、NPC ですね。何でもかんでもピタリと当てしまう。まるでこれから起こることをすでに知ってるかのようじゃ。君が悪いわ。あれ？旅の預言者？今のセリフくせえな。大いなるエネルギーの源は、海底深くで眠っておる。その確かな位置が判明したため、今回の関連し、海底神殿の建設の計画が実行に移されたのじゃ。ここの NPC も噛むね。うん。海底神殿の入り口は、城の間にあるらしいよ。でも、まだ神殿は未完成なんだけどね。あれだな、なんか、ここの宮殿、すごい、舌が回んなくなるな。変な多分魔力がかけられてる。魔法が。あの、これはね、まあ、言い訳になっちゃうんですけど、なんかすげえ読みづらいんだよな。なんだろう。ひらがなばっかだからかな。変な喋り方すんだよ、ここの人たち。あの預言者の木は、憎しみと悲しみに満ちております。あのままでは、いずれ自らを滅ぼしてしまうことでしょう。自分の愛するものさえ、道連れにして。この先の魔人気の魔じゃ。うーむ、すごい気のみなぎりじゃな。さすが、ラボスエネルギー。ラボスエネルギー。あなた方も魔人気を見にいらっしゃるんですか？はい。やっぱりね、偉大なるラボス様のパワーのうねり、ビンビンきますよね。あー、うるうる。ラボス様って言ってんだよな。やばくないか。なにこれ。これこそがジールの力の源、ラボス様の無限エネルギーを引き出し増幅する魔人気です。魔人気を回転神殿に移せばラボス様からより強大なエネルギーを得ることができる。我ら光のための最後の望み、不老不死も夢ではない。おお、偉大なる女王よ、我がジール王国は永遠なのだ。ちょっとヤバそうな雰囲気あるね。ラボスをここだからラボス様ってのか。まあラボスをこう人工物というか加工して、うん、ちょっと食品みたいに言っちゃいましたけど、エネルギーを吸い取ってる感じなのかな、イメージで言うと。魔人気をコントロールするには、引き出すエネルギーを制御できるだけの強い魔力が必要となります。なるほどね。三賢者以外で、魔人気を扱えるのは今ではもうサラ様だけです。三賢者様が王家に伝わる赤き石よりこの魔人気を生み出されたのです。計画のリーダーの命の賢者様はラボス様についていろいろと研究されておりました。それで気おかしくなっちゃった。三賢者の一人、命の賢者様は女王の計画の判定なさってから姿を見られなくなってしまった。まさかと思うが、消された。魔人気が完成してから女王様は別人のように冷たくなられてしまった。ここだけの話ですが、女王様に逆らえば地の民だけではなく光の民を情け容赦なく消されてしまうという噂。だいぶやばいやつじゃん。じゃあそんな、ちょっと全員、とりあえず全員に話しかけたと思う。もう話しかけるパートだけで多分20分くらいあると思う。じゃあ、女王様に会いに行きますか。はい。誰かいる。待て、
サラサムか。この奥がじゃあ海底神殿になるのかな。お、ペンダントが光の。はいはいはい。この封印の扉は外から開きません。サラ様のペンダントのような術を破る強力な鍵にもないでく。あら、そのペンダントはサラ様のものとそっくりですね。サラ様が魔神儀に祈るとき、ペンダントが不思議な輝きを放すと聞きましたが。女王が、海底神殿に降りられるとかで、その間ここは誰一人取ることはできませんよ。あれこれあれ？マールのやつ？不思議。なんでだ？チキショー、たかがこんな扉一つに手も足もベロも出ないとかな。いいね。カエル節。使えないのか。あれ今のマールのやつだよね。ん？ちょっと待ってね。この並び替えか。なんかマール連れてきたらいけるとかじゃないのかな。そういうわけでもないのかな。どうなんだろう。こっちかな。ちょっとじゃあ、行き止まりというか、どうしようか。いやー、久しぶりな、こう、謎解きパートに入る感じかな。わかんねえ、やることが。じゃあ、今回ちょっとここで、ちょっと気持ち悪いところですけど、終わりたいと思います。ほぼ戦闘してないんじゃないかな。ずっと話聞いてただけだけどな。ちょっとね、舌が限界迎えてる感じなんで、はい。セーブ。あ、タイトルを見よう、最後に。今回のパートの。さあ、何というタイトルなのか。魔法の王国ジール。そのまんまだね。じゃあ、次回もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。どういうことなんだろうな。はい、ということで、まあ、動画を締めた感じにはなったんですけども、実は今のカットの間に数日間、時が経っています。はい。で、まあ、さっき、皆さんからするとさっき、僕からすると数日前までの動画を、もう編集し終えたんですけど、ちょっとね、前回のパートが、まあ、前回というか、今回か。ちょっとあまりにも内容が薄いということで、ずっと話を聞いてただけっていう感じで、これどうしようかなって思ったのが一つ。ね。こうやって今動画を撮ってる理由としてね。で、もう一つが、なぜこれを見逃しているんだ俺はっていうポイントを編集中に見つけたので、ちょっとそれを調べていこうかなと。はい。まあ、皆さんからするとね、よしたかってなった部分だと思うんですけども、なんかね、ラボス様、すいませんね。今日も舌が絶好調なんですけど、ラボス様を、なんか祀ってる部屋があったと思うんですけども、あそこね、明らかに調べれそうなところがあったんですよ。なんか赤く光ってて。そこをね、僕はね、めちゃくちゃスルーしてた。絶対調べてくださいねって書いてあってもおかしくないぐらいのね。これ。このピカピカ光ってんのを僕はなぜか、この人間に全員話しかけて、一周して、そのまま帰るっていう。いや、これはもやもやたまるよね。見てる人からしたら。編集中僕も思いました。なんで？調べてよっていう。これ調べたら何かあるんじゃないのかなという。これ何もなかったら終わりです。はい。探索パートは。なんだ？あれペンダントだよね、回るの。ああ、わからん。わからんわ。どういうことなんだろう。そもそもここって、あれだよね。ラボス様の力をうまく利用しつつ、なんか魔力で制御してるみたいな部屋だったよね、確か。今何をしたの？魔神器なんだよね、これ。魔神器じゃなくて。魔神器が完成してから、女王は別人のように冷たくなられてしまった。これ読んだよな。その輝きは。まさしく賢者様たちがサラ様のために作られたもの。どうしてあなた方が。あれ？こんなこと言ってたっけ？その輝き、あ、じゃあ、なんかわかんないけど、ラボスの力をペンダントに、ちょっとお借りした感じなのかな。ちょっと拝借します、みたいな。ちょっとだけ力拝借した感じこれ。で、
どうしたらいいの？ラボスエネルギー。うん。いいえ。うん。今なんか気になること言ってたな。いいえ。あら、ダメですよ、感じなきゃ。ラボス様のバイブレーション。ファイナルウルウルですわ。何言ってんの、こいつ。ファイナルウルウル？何言ってんだ、こいつ、うん。で、僕はね、こうやって何言ってんだ、こいつと言いつつ、一つピンと来た場所があります。やっぱり、数日間時を置くって大事だね。もうピンと来てる。あの扉でしょ？前回ペンダント何も起こんなかったあの扉が開くんとちゃいますの？ここ。だよね。ついさっきまで編集してたんだから。二週、初見じゃないかもしれない。二週やってるみたいなもんでしょ？ほらまあ誰でもわかるか、これ。エイラ。エイラ、行く。ガンガン行くぞ。よし。いいね。ドラクエの作戦みたい。さーて、鬼が出るか、蛇が出るか。まあ、どちらにせよ、悪い奴ではあるな。鬼でも蛇でも。ここ、女王様の間だよね。やっぱそうだよね。あれがジール様だっけ。何者だ、お前たち。どうやってここに入った？予言者。あ、これがあの予言者か。急に出てきて、こう、この王国をちょっと悪い方向に動かそうとしてるみたいな。女王、その者どもこそ、私の警告した災いをなす者たちです。何？異国の者よ。お前たちも賢者とも同様、このジールに立てつくというか、このジール様も元はこんな性格じゃなかったんだろうね、多分。たわけた連中目が、ダルトン、それつら捉えろ。あれ、ダルトンってあれじゃなかったっけ？あの、右のやつ？あの、国長号にいたやつでダルトンみたいな名前じゃなかったっけ？皆さんからすると、ついさっきの出来事かもしれないですけど、僕ちょっと、ね、まあ私事ですけど、数日間空いちゃいまして、記憶が、確かダルトンって名前だった気がする。はっ、心得まして。ダルトンからしたらこの予言者は面白くないんじゃないの？その、急に入ってきて、もう大臣的ポジション取られてるわけで。ゴーレム！何？ダサ。え、どういうこと？何？ゲート？うわ、すごい。絶対ボスじゃん。絶対ボス戦。まあでも、俺とエイラのコラボは、何？鉄球、HP を2分の1にする。強っ。笑っちゃうぐらい強いんだけど。はい、ぶつ切り。で、とりあえず、500？ は？ちょっと待って。500？ やばいやばいやばい。強い。666。まあまあ食らうな。マネコ能力、物理を真似、最強モード。何言ってんの？鉄球。HP を2分の1にするって何？強すぎないか？アイテム、アテナ、全滅だけは避けたい。アイテム、ミドル、450。強い。無理だこれ。何これ？強すぎる。なんか特別なアイテム必要とか。全然勝てなくね？強い。そのずっと2分の1のやつやっててくれよ。さてね。アテナ、焦ってる。453。強い。アテナ、はい、ガイガイ。その全滅だけは避けたい。HP 2分の1。それずっとそれでいい。死にやしないから。2分の1って。アイテム、アテナ。で、強い。アイテム、アテナ。アイテムが尽きるか、お前の MP が尽きるか。舐めるなよ。どんだけ持ってると思ってんだ、アテナの水を。アテナ。よし、これ、全滅。なんか相手、なんか戦ってたら、道が開くとかじゃないの？あ、やばい！あと7。ちょっと待ってね。50。で、これがまずい。これがやばい。495。で、アイテム、アテナ、いけ。耐えろ。多分時間経過パターンだろ、これ多分。俺の予想。10ターン耐えたらとかじゃないの？いいぞ。反撃が強い。勝てる。で、アイテム、アテナ、やばい。死ぬ。持ってくれ！やばい、見せた！普通の動きしちゃった！これもったいないよ、この動き。死ぬ。25。アイテム、アテナ、早く、全滅した。マジ強すぎないか、ちょっと何ターン耐えれば。頭痛い。
負け指だ。うわ。もったいね。なんか負け指にしては、そんな強く、いや強い、いやもう、なん、いやもう、何個使った俺アテナの水。うん。結構ペットボトル4本分くらい使ったんじゃないアテナの水。1回がどんぐらいか知らねえけど。最悪。ふふ、安心しろ。すぐには殺さぬわ。マジで最悪なんだけど。あらゆる悲しみ、苦しみ、そして恐怖を味わわせてやる。わらわの計画に逆らったことをたっぷりと後悔するがいい。もう、すごい悪者でしかないもんな、ジール。ふふふ。あはははは。悪者の笑い方。悪者しか使わない笑い方だ。怖すぎ。ラボスがいたとこじゃない、ここ。ラボスどかしてまで？あ、ザキ、いけすかない小僧。ふん、バカな奴ら。姉上、どうするつもり？この方たちをお助けしましょう。あ、サラはあれだよね。なんか、この特別な強大な魔力を持ってるみたいな。無駄だと思うけどな。それに、こいつらを逃がしたりしたら、姉上が。大丈夫よ、私は。それに、この人たちなら、賢者様を助け出してくれるかもしれない。なるほどね。賢者様もなんか逆らっちゃったんだっけ？女王様に。うん。かっこいいな、着地の仕方。ヒーロー着地だ。大丈夫ですか？さあ、急いで宮殿からお逃げください。そして、できることなら、命の賢者様をお助けしていただきたいのです。ああ、命の賢者様も追放されたんだっけ？命の賢者様は計画に反対したため、あ、そうだよね。嘆きの山に遊泳されて。あ、捕まってんのか。お願いです。どうか、賢者様を。そうはさせぬ。誰だ？あ、預言者。こいつ怪しいよな。これ以上お前たちに私の邪魔はさせぬ。ここいらで消えてもらうとしよう。行きません。やめろ！お、すごい。いいね。お姉ちゃん思いの。ふっ、よかろう。そやつらの命は助けてやる。その代わり、あなたには力を貸してもらうぞ、サラ。やっぱサラの力は魅力的なんだ、魔力。さあ、お前たちがどうやってこの時代へ来られたのか、知ってんの？教えてもらおうか。この時代の人間じゃないってこと？バレてる？なんで？預言者何者？怖いんだけど、普通に。あ、やばい。教えちゃったんだよ、下が。戦えよ。ゲート教えて大丈夫？ほう、こんなところから。あれ、サラまで。さあ、サラ。こやつらをその中に放り込んだら、そこに結界を張るのだ。嫌です。私の言う通りにしなければ、その者たちの命はない。わかりました。まあ、サラは、明らかにこちら側だね。ああ、やばい。戻されちゃう。ああ。で、結界張られたらもうここに来れないってことだよね。この時代には、この場所には。ああ、何？ああ、サラ。いや、いいよ。うん、気にしないでサラ。サラ好きかも。サラ好きかも。サラ可愛いかも。俺優しくされるとすぐ好きになっちゃうからさ。あれ？この音は。俺もどの時代かわかるよ。戻ってきた感じじゃない？これ。エイラの故郷じゃない？あの預言者、命だけでは助けてくれたが、どうも臭いぜ。確かに。あいつら、ラボスの力、吸い取ってた。吸い取られたラボス、弱ってないか？ああ。そういえば、このペンダントで、開いた紋章のついた扉。お前たち、あれをどこかの時代で見たと言ってなかったか？ん？ん？ああ、ルンバマンの故郷じゃん。ああ、なんかあったかもしれない。ちょっとだいぶロード時間かかっちゃったけど。うん。あった。左上の方にあった。左上だよね。あ、全然違うよ。はず。うん。全然ど真ん中だ。ああ、開かなーい。はいはい、これね。はいはいはい。これじゃあさ、今の BGM ってことはさ、宝箱開く感じじゃないか？違うかな？また別か、それは。
行ってみるしか手はないなでしたか。あー、親切設計。うん、もうこれで次行くとこ分かったじゃないですか。行ってみる？うん、こっからだとプテランに乗って、プテラン乗りの不思議山か、不思議山から帰る感じか。じゃあここはヒギ早送りかな。ヒギ早送り。はい、すいません。ちょっと今ね、まあ、未来に来て、レース、まあ、結構前の話なんですけど、レースで、こう、近道できる場所あるじゃないですか。あそこで一回戦ったんですけど、負けちゃって、うん、もうめんどくせえから歩いていこうって、今歩いて向かってたんですけど、途中に宝箱があって、はい。で、そこで宝箱開けたら、レコーダーっていうのを手に入れて、一応報告までに、はい。なんかレースの記録をしてくれるっていうアイテムらしいですね。これですね。レコーダー。バイクレースのスコアをメモリーするっていう。はい。本当に報告までにですね。はい。全部早送りで飛ばしちゃってもよかったんですけど、一応こういうのは報告しておこうかなと思って。はい。それでは引き続き、ヒギ、スーパー早送り。はい。ちょっとだいぶね、長い、早送りになってしまったんですけども、割とスムーズに、こっちに、向かうことができました。ここだよね。うん。そこの扉だったよね。行きましょう。いやー、だいぶ久しぶりだな、コックンの。うん。私に行われた最後のプログラムは、博士自身の埋葬でし、え？これで私は永久に博士と同じ時間を過ごすことができるのです。あれ？もう一つやらなければならないことがあったような。座席を。忘れました。え？怖い怖い。え、埋葬？死んじゃったの？めちゃくちゃ変人の。あれ？なんか三賢者が飛ばされたというか、幽閉されてる山の名前って、この北にある山の名前と一緒？か？なんで名前か忘れてたけど、絶望の山みたいな。うん。じゃあ行きましょうか。ここで間違いないもんな。ペンダントが輝き出す。おお、結構感動だね、これは。ずっと開かなかった扉が。すげえ。もうズンズンいっちゃうよ、俺は。何があんだろう。え？ん？んって誰の今、ん？扉を開けた者たちへ。私は、リの賢者ガッシュ。え？魔法王国ジルのガッシュ。え？私はジールの大災害の折、この時代へ飛ばされた。え？あ、時代に飛ばされたってこと？え？あ、そういうこと？驚いたことにラボスが現れるのは私の時代だけではなかった。はいはいはい。遥か太古の時代に空より落下支配、ジールに出現し、地中深く潜み、この地球のエネルギーを吸いながら成長を続けた。はいはいはい。あ、そういうこと。その、俺随分やっぱ賢者だから長生きするんだろうなと思ってたんですよ、その、山に遊泳されたって。その時代ごとに飛ばされたってこと？三賢者は。合ってんのかな？時はガリディア王国歴600年。はいはい。あれじゃん。カエルの時代じゃん。魔王が呼び出し、一時その姿を現す。はい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 。王国歴1999年。ついに、地表もそのテリトリーにする。はいはいはい。地表もそのテリトリーにする。うん。で、あれだよね。ラボスの日だよね。そして、まるで卵を産むかのように、私が死の山、あ、そう。あ、じゃあ違うか。幽閉された山と名前。うん。死の山と名付けた場所から、自らの分身を次々と誕生させるのだ。え？ラボスとは、星自体に救う、巨大な寄生虫なのだ。怖っ。私はここでラボスの監視と研究を続けてきた。え？じゃああのジジイが、賢者ってこと？ちょっと待って、情報量が多いわ。うん。サラカ、久しぶりじゃのう。ならん。行ってはならん。
死の山だけは行ってんだな。と言っても、その時とその者たちでなければ死の山には行けぬことになっておるがの、ひゃひゃ。それよりも、お前さんたちは見たことがあるのかの、わしの作った海底神殿や、黒蝶号でいいのかな、黒鳥号かな、黒鳥かな、黒鳥号を。それは見事なもんじゃぞ、ひゃひゃ。やばいじいちゃんだな。サラじゃないし、俺。まず。バカなんだから、俺。偏差値30代なんだから、俺。高校。だが、すでに限界じゃ。こんな時代に、正常な精神を保つのは不可能なかもしれない。そうか。そもそもこの時代の人間じゃないのか。私の精神が死を迎える前に、この記録を残しておくことにする。私の生涯最後の発明とともに。発明？私は、自分の時代に何とか帰ろうと研究を続けた。ああ、そういうことか。しかし、この研究が完成する頃には、私自身、寿命を感じていた。なるほど。だから、託すのだ。ここを開くの。ちょっと待って。かっけえ。時代を行き来できれば、時代を超えて人間が、その星、そのもののために一つになれば、あの、ラボスをどうにかできるかもしれない。可能性はゼロに等しい。しかし、ゼロではない限り、かけてみる。この扉を開くものに、この地球のすべてをかけて。かっこよ。ガッシュ。さあ、開けるがいい。最後の扉を。そして、手に入れるのだ。私の最後の発明。時を渡る翼を。かっけえ。詩人だね。なるほどね。ペンなどが輝き出す。まあ、この時代飛ばされたけど、まあ、賢者。三賢者の一人、ガッシュ。諦めずに研究を続けて、なんだろう、時をかける翼？何これ？こいつが時を渡る翼。これ。何？どうやって乗るの？乗れるんだよね。なんか、ポットみたいなことなのかな、これは。わからん。わからんよ、これ。どうすればいいの？説明書。取説。ここから入んのかな、普通に。入れないよな、この空間から。ここで積むことある？ A ボタン押してんすよ、ずっと。丸ボタンか。なにこれ？どうやって乗るの？正面。あれ？いらない、いらない。こんな字がいらないよ。どうすればいい？マジで。マジでどうすればいいの？何これ？ずっと、この機械をサワサワする時間。一回出てみる？あ。なんだ？さっきのやつじゃん。こいつはだから、まあ、その博士、賢者が寂しがんないようにも作ったわけでもあるのかな。まあ死んだ後で託すための、伝言するための生き物でもあるのかな。謎の物体。驚いたようだな。私だよ。そう、ガッシュだ。この物体に私の頭脳をコピーしておいたので、全然遥か予想上回ったね。この物体気に入ってくれたかな。物体って言ってる。君たちに説明しておかなければならないことがある。それは、他の時代の生き方じゃ。四角ボタンでタイムゲージが現れる。L1、R1 ボタンで行きたい時代を選ぶといい。いやー、そういうこと？あ、ゲート使わなくてよくなったんだ。それはありがてえ。あ、そうだ。出発の前に、このタイムマシンに。何？寝たけど。タイムマシン名前つけてー。名前つけれんの？マジかよ。シルバート？シルバードか。かっけえ。このままがいい。シルバードがいい。変に俺のセンス入れたくねえ、これに。どうしよっかな。まあ、じゃあ、僕が乗ってる車の、フィットでいいっすか。はい。フィットで。はい。フィット。フィットで行きます。馴染み深いんでね。やっぱこういうの、馴染みだから。さあ、乗った。ガッシュのキャラ意外となんか、
あんちゃんみたいな。タイムマシン使用上の注意。はい。あ、タイムゲージ。まあ、使ってみればわかるよ。こういうのは。どうやって飲むの？うん。乗り方。ここ？あ、首振ってるわ。乗り方。合衆。あ、こっから、あ、なるほどね、そういうことか。うん。機械音痴すぎるって、さすがに。作動。プテランみたいな感じで飛べんのかな？そういうわけだよね。ああ、そういうことね。世界崩壊？時の最果て。おもれ？何これ？現代。中世。古代文明。はい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 。だからここで、ラボス。まあ、一応、僕の認識合ってるかどうかね。うん。ここでラボスが、まあ、空から降ってきて、まあ、で、ラボスをいろいろいじくってね、ここで。うん。ラボスエネルギーみたいなのやってね。うん。で、ここで、まあ、魔王が一回ラボス呼んじゃって、でもここで、まあ、大丈夫かなと思ったら、うん、ここでめっちゃ繁殖してて、世界崩壊みたいな。そういう認識であってるかな。うん。なんとなくね。え、どこ行けばいいのこれ。え、これどこ行けばいいの？急になんか、これなんか、フリーというか、うん。現代行ってみる？本当になんとなくだけど。うん。一回現代行ってみる？うん。家帰るか。うん。一回家帰る？お、フィットが、うん、あ、そうそうそう、ザ・タイムマシンだよね、これは。じゃあ、いや、すげえ、来たよ、アニメーションテンション上がるね。あ、いや、同じ顔してるよ、俺今。うん、うわ、いいね。やっぱ男の子は機械好きだもんな、こういうロボ。いや、すごい、使い方意外と慣れてるね。え、これオープニングの曲じゃん。かっけ、うん、わあ、すげえすげえすげえ、なんだってんだ、こいつすごい、こいつ強い。エイラもテンション上がってるね。これがビッツの力。いいですね。うん、ハイブリッドだからね。うん、これはすごい。いやー、フィットすごいですね。割れちゃったな。うん、ちょっと CM みたいになっちゃったな。うん、フィットの CM みたいに。あ、飛べるわけではないのかな、これは。あ、そういうことか。別に自由に行き来できるわけじゃないのか。はいはいはい。いや、久しぶりに帰ってきたな、ここ。ここどこ？こんなとこあったっけ？あ、わかったわかった。あの、港町か。よし、じゃあ割と話進んだんで、何やったらいいかわかんないですけど、まあ、一回じゃあ、セーブしてタイトル確認すればやることがわかるでしょう。なんか物語結構進んでる感じあるね、割と。さあ、次はどうなるのか。タイトルの確認したい。うん。時を封印、呼べよ嵐。かっこよ。へへへ。かっこよ。クレヨンしんちゃんの映画のタイトルみたいな。うん、嵐を呼ぶだけか、それは。うん、いやー、楽しみですね。それでは、次の回、お楽しみに。